天野孝一は、香川県高松市出身の元プロ野球選手、野球指導者。高松東高では2年夏に、保守から当主に転校。その後四国学院大学に進み、四国六大学リーグ時代には1年の春からエースを、務め、リーグ優勝5回を、はじめ、最優秀新人賞、最多賞3回、最優秀防御率4回を受賞、リーグ通算30勝7敗。 同校初出場となった2年の大学選手権では、山井大輔と投げ合い関東も赤敗。2001年、四国六大学リーグ初のプロ野球選手として、ドラフト10巡目で広島東洋カープに入団。2002年は、ルーキーながら、中継ぎで13試合に登板し、防御率1.20の高成績を残す。2003年は、防御率は3.00と、昨年より落とすものの、 自己最多の49試合に登板。2004年は45試合に登板するも防御率は5.36と大きく落とした。2005年は14試合に登板し防御率9.98であった。監督が交代した2006年は一度も一軍に上がることができず、10月1日に戦力外通告を受ける。その後、 四国アイランドリーグで野球を続けることが決まり、広島の大先輩で、OB e の西田真嗣監督率いる地元、香川オリーブガイナーズに入団。アイランドリーグ加入初年の2007年は、前期は主に先発、後期はリリーフを中心に起用され、41試合に登板。7勝6敗13セーブの成績で、最多セーブのタイトルを獲得し、チームの全後期連覇に貢献した。 オフに、11月17日と11月27日に、行われた12球団合同トライアウトに参加するも、獲得する球団は現れなかった。2008年、ベースボールチャレンジリーグの福井ミラクルエレファンツの選手権任コーチに就任。主に、クローザーとして、当番、当時は延長戦がなかったことから、同点の場面でも登場することが多く、リーグ2位の旧セーブを挙げ活躍した。 シーズン終了後、選手としては引退した。2009年シーズンにより、福井ミラクルエレファンツの監督に就任したが、全後期ともに再開に終わり、責任を取って退任した。2010年、古巣でもある地元の香川オリーブガイナーズの投手コーチに就任。福井の監督辞任後、他の独立リーグチームからも指導者として誘われていたが、監督の西田真嗣への恩返しの意味も込めて、 引き受けたと語っている。2011年6月29日、成績不振により香川の投資コーチを辞任した。その後、2011年度はガイナーズアカデミーの投資コーチ兼マネージメントを務め、2012年度はガイナーズアカデミー監督に就任した。2013年度は、休止状態になったガイナーズアカデミーを個人で引き継ぎ、悪が、 天野野球塾として活動したが2014年3月で活動を終了。それ以降は香川県にある別の少年野球学校の監督を務めていた。2018年3月7日、7年ぶりに香川の投資コーチに復帰することが発表された。3シーズン務め、2020年12月21日に同年シーズンの契約満了をもって退団することが発表された。 現役時代は中継ぎの中心投手として活躍した。持ち玉にナックル、パームを持つ。サークルチェンジの変形型の変化球、カーアップチェンジを開発するなどを研究熱心である。2007年に FM81.5 など四国4曲のバトルインディーズという企画でキャッチザ・ドリームという曲でインディーズデビューしている。本人は NPB 復帰という夢をこの曲に込めており、 自分だけでなくスポーツをするすべての人たちに夢に与えられる曲になるよう歌ったとバトルインディーズ内で語っていたが決勝進出は惜しくも逃してしまった。天野は背番号48に並ならぬこだわりを持つ。四国学院大学在学中の2000年、同校新入生で天野と同じ4月12日生まれの登条広則とすぐに仲良くなるも同年5月29日に登条は 交通事故により高い。亡き登場の背番号もまた48で、天野は現役続行の限り背番号は48を通すと語っていた。福井、香川で指導者となってからも48番をつけていた。各年度の太字はリーグ最高。ありがとうございます。